とても有名な曲です、セントルイスブルース、お送りいたしました。まあこれも結構古い曲なんですよね。それとですね、皆さんにちょっとお知らせと言いますか、お願いと言いますか、皆さんのテーブルのところにですね、チラシが1枚、豊坂ビッグバンドって書いてあるチラシが、お手元にあると思うんですけども、僕はお手伝いさせていただいている豊坂のビッグバンドなんですね。これが6月の10日にリサイタルをやりまして、それで、もし、皆さん時間のある方、それから興味のある方、いらっしゃいましたら、ぜひねお聞きいただければと思います。ちなみに、前売り券今ございますので皆さん、ご希望の方がありましたら、お願いしたいと思います。それでは、次の曲、お送りいたします。次はですね、もうこれジャズというのもあれですよね、もうポピュラーの曲だと思うんですけども、これもアメリカのポピュラーですよね。日本語も英語も同じか、I left my heart in San Francisco、 思い出のサンフランシスコという曲を、お送りいたします。
少しお話しさせていただきましたけども、もう結成20年という、バンド、20年以上ですねというバンドで、まあ主にそうですね、まあ柴田のこちらの小便小僧さんで演奏させていただいているのと、あとは新潟のジャズストリートっていうのが、これが年に2回ありますね。1月と、7月に、あります。まあ、今年も僕たち、7月の、何日だかな、どっちか、土曜日曜、確か夏はですね、2日間、やるんですよ。冬は1日だけなんですけども、夏は2日間、今年はですね14、15、17、15、土曜日曜、の日程でですね、新潟、市内のもういろんなところでもう本当に、200団体以上でしょうかね、演奏、出演して、あちこちの、こういうライブハウスですとか喫茶店ですとか、あとは路上ですとかね、そういうところに演奏しておりますので、まあ、皆さん、お時間のある方はお聞きいただければと思います。じゃあそれでは次の曲いってきますね。次の曲のですね、うちの、当バンドの、コンポーザー松田の、オリジナルで、これもですねまた人数にちなんだ曲なんですよねやっぱり秋葉箱です、ハート型の秋葉箱という曲です。
ますね。一応聞きましょうか。あんまり知られてないんで、あの皆さんにちょっとは知ってもらいたいなということです。本当に旗型なんですよ、目から見ねえと分かんないけどね。秋葉子はハート型です、はい、いや 今ねドローンがあるからね、ドローンで簡単に見られるんじゃないでしょうかね。はい、それではお待ちかね、じゃあボーカルのケイちゃん登場どうぞ。第2部を、待っていただいてありがとうございます。最後と第2部になるとやっぱり雰囲気変えたいなと思ってるんですけど、まず私の、最初の曲第2部のね、やっぱりここで日本語を歌わないとね、せっかく日本にいるんだから、皆さん多分この曲はご存知だと思うんですけど、まあ多分音楽曲名は言いません、うん、後で当ててください。当てた方はご褒美あるかもしれない。OK, so I wanna give you どうぞ。
ですね、この曲は多分有名な歌手ですよ。高橋真理子さんの Yes, Old Time Jazz。 これも無理やりリーダーにアレンジしてください。どうしてもこの曲は歌いたいです。そうです。でもですね、今日今回の、コンサートのテーマは Old Time Jazz にしてまして、やっぱり昔ながらのジャズを歌いながらっていうテーマにしてたんで、だからこれをメインにしてたんです。 Old Time Jazz、 皆さんに気に入ってもらえるとありがたいなと思います。Now the next song、 次の曲ですね。これもまさかジャズの中でこの曲は入るとは多分誰も思ってないと思うんですけど、これもどうしてもやっぱりジャズだけばっかりじゃなくて、日本語の曲やっぱり皆さんに、私がフィリピン人ですから全然日本語は上手くないです。いや、でも歌うことになったらやっぱり本当の日本人の歌手に思うんじゃないかなと思うけど、私は全然ダメです。でも今回もほとんど今日のコンサートのために全ての曲ほとんど新しいです。私にとって新曲です。昔の曲なんですけど、この今日次の曲もですね、これも歌謡曲でもあります。ジャズではじゃなくて、やっぱりジャズだけではなくて歌謡曲も私たちはやりますので、どこかで私たちみたいなジャスティンの仲間、どこかで皆さんのどっかパーティーがあったりして、ぜひ呼んでいただきたいなと思います。だからこそ私の願いは、もしも明日が呼んでもらえるならと思う。よろしくお願いします。
そばに行ってね。OK、 どうですか歌謡曲は。 OK、 よかった、よかったね。リーダーいつもご苦労様です。リーダーのおかげですよ。はい、拍手しましょう。リーダーのおかげですよ。そして、まあ、ちょっと雰囲気を変えて、ちょっとさあ、誰にしようかな、誰にしようかな。 It's for you。 これは何でしょう。コーヒーコーヒーのメーカーは何。さあ次の曲はここに書いてあるのは何ですか。せーの、ジョージア。 OK Let's go. I wanna give you Georgia on my mind。Georgia
もね、柴田に言いたかったんだけど会わなかった。I said 柴田やっぱりダメです。よくなかった。だから止まっちゃった。せめてジョージアに来ました。OK。はい、時間は早いですね。本当に早い。もうこれで帰り時間。早いですね。まだ帰りたくないけど。マスター、ロックしてください。みんな人質です。OK、OK、OK。My last song。これで次の曲は私の最後の曲なんですけれども、ここでですねちょっと半分というんですかね、半分リーダー答えて、あのここの半分半歌詞、はいはいはい、半分ね、半分やっと通じた。言葉が違うんです。 Yes、 言葉が違って、たまたまこの前この曲を見つけて、リーダーこれもお願いしますって言って、びっくりしました。今まで会ったんだけど知らん顔してたんですよね。フィリピン語入るんですこの曲。でも日本では多分昔有名な曲だと思いますけど、思い出す曲だと思います。これで私の最後の曲で、日本語でなんて言うかな、 There will never be another you、 他にはいません、あなたの他にはいませんという曲名ですね、意味で。フィリピン語ではイカオパリン、 and in English There will never be another you。 Let's go! My last song! 今日は短い時間ありがとうございました。
超えない。ありがとうございます。ちゃんとアンコールで用意しておきますので、はい、それでは、最後の曲のアンコールですね。もうとっても有名な曲です。ルーツ66をお受けいたします。Yes, on the 66.
Thank you so much. 今日は本当に皆さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。次回のコンサートは8月25日です。